中盤での奪い合い、三平が空いているスペースにめがけてドリブルしていく。三平、宮崎純馬落として後ろからピーター・ウタカー、完全に崩しました。興奮先制点、素晴らしい崩しでしたね。ビューティフルゴール、甲府先制に成功。町田の牙城を崩しました。手元の時計で40分、仕上げたのはピーター・ウタカー。次を守るんで高さの競り合い多いですからね、はい、高さ。さあパトリック、パトリックマイナス、山口小樽ラストパス、後ろから折り返し、ムツゴー、崩しに崩したヴィッセル神戸、追い越した酒井豪徳、冷静にラストパス、仕上げはムツゴーでした。そして長田という両サイドバックでのパス交換でした。山根、そして水沼、ワンタッチで山根に出して、マルコス・ジュニオール、マルコス・ジュニオール逆サイド、エウベル、エウベル、縦に行く、そしてクロス、押し込んだ、アンデルソン・ロペス、オフサイドフラッグ上がっていない、追加点です、そしてクロスを上げてくれたエウベルの靴を磨きます、アンデルソン・ロペスです、2-0、追加点は横浜 F ・マリノス。ショートパス何本つなげましたかね。本当に素晴らしい崩し、右サイドで作って、で鈴木庵粘る、札幌ノーファールで回収しました。そしてワンタッチ剥がしていく、浅野スピードがある、逆サイド回りますよ。お前が前に行き、左に青木、自ら青木に一旦預けて菅も追い越せ、いいタイミング、そこを使う、ルーカスから浅野、素晴らしい、見事な崩し、追加点2-0、これはすごいですね。リーグ戦3試合ぶり、今シーズン3得点目、浅野雄也。ボールを奪ったところから息つく暇もない素晴らしい連携でした。よどみがないというか、精度がとにかく高いですね。カウンターになった時のこの駒井選手のワンタッチで、浅野選手が仕掛けながらカウンターで逆サイド、ただこれでも試合が終わりませんでした。粘ったところから浮き球のパスが出ます。宮澤戻して、ここで最後田中、ね、オフサイドフラッグ上がりましたけど、これ、ね、田中最終的に田中がゴール決めてますけど、ボール化したアイデアを出したのは田中なんですよね。